え？ボッツ？どうでも壊してやる。これあれでなくなってきたわ。どうやって勝つんだろうね。終了の武器まだある。なんだよこのゲーム、なかなか一生手にすることってむずいよね。びっくりすることだよ。どうするともあれかな、これに誰になりそう。ゲームだ。だからなるべく同じ位置しないようにしない。でも尋常じゃない。総力戦だね。リブで総力戦、チェイス戦を兼ねてる。なるほど。
試合だから回すことを優先しよう。部屋ごと並べてると回せなくなる。みんなが移動しまくる。人は優先し、人は効率は最悪なんだけど。総力戦まとまったし、回復しよう。立て直そう。止まってほしいわ。もういいだろうよ。どこで回復、いやもうダメだよなこいつよ。使えねえ、マジ使えねえ。ベルケアマンって頭の中どうなってんのか教えてくんねえかな。デルケアマンってさ、マジで使えないって言われてる理由知ってる？終わったこれ。本当にこれ終わったでいいよね。終わってねえじゃん。あと1台このラ見てたら絶望するよな。誰か一人正解の回答やってるやつがいないっていうこの凄さ。治療と救助しかしねえしこいつら。何してんだろうこいつら。もうだったら治療しろよ。二人で来たら治療してもらった方が早いわ。どう考えてもマジで言っとくけど、治療ゲームならこれが正しいんだよ。発電機回すゲームなんだこれ。言いたいのはどっちエリアの船頼むよ。俺違う方向行くよ。入るよ。向こう狙われたらこっちをケアする。繰り返し。
大丈夫。向こうが回るならゲートに入る。基本に忠実な動き。ネット前のエース10番輝き、クロちゃんの凄さって同じところを出ないことの素晴らしさ。ここはノーマークだからやるしかないんだって。遠めに行く。見えない。はい、いけるいける。あとちょっと。ゲート、ゲート、お大事、近い。これがこれがヒアルシャンデッドバルース、スーパース一生覚醒、求めているのは勝利、願っているのは勝利。フックに吊るされた人が願ってるのは何だよ。自分を救うことが、自分がたとえやられてもチームが生きることじゃないの、願っていることは。だから俺はやる。これが、ヒロちゃん。チームのために戦う。結果的にこういう展開だったから奇跡的についたみたい、これ。このアーカイブ。いろいろ移動せざるを得なかった。1秒でもいいから触ればいいってなんじゃない？ 5 台以上。